新型コロナに感染して死亡した人の葬儀について加藤厚労大臣は遺体を包む納体袋の使用を不要とするなど制限を緩和した新たな指針を発表しました。遺体からの感染リスクが極めて低いということが確認されたことから今般ガイドラインを改正することとしたものであります。加藤大臣はこのように述べ、コロナ以外で亡くなった方と同様にご遺族が参列した葬儀などをしてもらえると強調しました。新たな指針では、新型コロナに感染して死亡した場合でも、遺体の鼻に詰め物をするなど、感染対策を取れば、これまで必要だった納体袋は不要としています。コロナ以外で死亡した人と火葬の時間帯を分ける必要がないことも明記しました。濃厚接触者の葬儀への参列については、無症状の場合は検査を活用した上で、感染対策を徹底すれば対面で可能とし、症状がある場合はオンラインでの参列を呼びかけています。